ケツ掘ってる余計怖いフワちゃん事務所コメント驚愕の一文に先日の声誤爆ではなく本気投稿にも失笑。芸人のヤスコに対して、X でお前は偉くないので、死んでください予選敗退ですと投稿したことで大炎上しているフワちゃん。そんな中、フワちゃんの所属事務所が出したコメントが注目を集めている。所属事務所は報道各社の取材に現在、ヤスコ様に対する謝罪等の対応を優先させていただいております。ご理解くださいませと回答。続けてなお、本件の投稿が X の裏アカウントから投稿しようとしたものであったかのような報道などがございますが、投稿時点では、すでに凍結されていたアカウントを除き、X の別のアカウントはございません。フワちゃんの投稿は、特定の友人しか見ない裏アカウントに投稿するつもりだったのを間違えて表のアカウントに出した誤爆だったのでは、という憶測がネット上で広がっていたのですが、これを否定したわけです。これがかえって誤爆じゃなく、本気だったのかと、余計にフワちゃんを窮地に立たせることになってしまっています。さらに多くの人たちが驚いているのがすでに凍結されていたアカウントという部分。すでに凍結されていたアカウントを除きということは、凍結されたフワちゃんのアカウントが存在するという意味に取ることができます。どんな悪質なことをやって凍結されたのかと、火消しどころか逆に注目を集める結果となってしまっています。これに対してネットの反応は、すでに凍結されたって余計に怖いやん、何して凍結食らったんよ。凍結された赤い貝って、凍結するってよっぽどの発言をしてたということだし、余計裏垢で攻撃的な発言してたことが証明されてるやん。すでに凍結されていたアカウントを除き、って、それ言わなくてよかったんでない？フワちゃんにとってその情報は不利になる情報だよね。凍結されたアカウントの所在が逆に注目されたことになってるし、公表すれば下だけ渡部さんみたいに墓穴を掘ってる。テレビで出始めた時にフリーで仕事の交渉も自分でやっていたと言っていたけど、今回の騒動でマネージャーが謝罪に回っていたとか出ていて個人とはいえ事務所は作ったんだと知った。これは、事務所が墓穴を掘ったと言われても仕方がない。凍結されるほどのアカウントを持ってていたことになります。アカウントを凍結されるのには相当な書き込みがあったということになります。フワちゃんは真正面からヤスコさん認んでくださいと発信したのですね。正直、よく凍結されたアカウントがあることを自分たちから公表したなとは思う。一件落着なんてことがあるわけがない。言うて仮に謝罪を受け入れたとしても言われた方の心の傷は残り続けるよ。こういうことを言う人間性だってこれからも見られるからやはりどこまでもこの件は皆の心に残るよ。フリーで活動してるはずだけどどうなってんだろう？個人での税金より法人とした方が得だと思われるが、個人事務所にするにも役職者は必要である。家族もしくは身内の誰かが出したコメントと推察する。この人は冷静沈着な判断ができない方なんだろうなと思いました。投稿直後から大炎上して、関係者から指摘されたか自分で慌てたかはわからないが消去して、謝罪コメント。裏だったら何言っても良いってことにはならないし、ましてや凍結されたアカウントがあるなんて公表されたんならやっぱ、ふわって普段からヤバいこと書いてたんやってことになるからドン引かれるのも無理ないと思います。他の記事で篠原智恵と同一に語ってるのがあったけど、その記者は節穴だよ。篠原さんは奇抜な格好してたけど決して他人様をディスるようなことはしなかったし、彼女こそカメラに映っていない時楽屋裏等々は常識人で礼儀正しかったって評判だったんよ。自分がいかに多くの裏方や一般人に支えられてたかを忘れ、自分にとってプラスになる人だけを重宝した結果がこれ。どっちにしろ表でも裏でも言ってはいけないことを言っているのでアウトでしょ。裏だから言っていい言葉ではない。そもそも好感度は高くないし言動、行動もよく思われていないし今までよく持った方じゃない？アメリカで頑張ってください。不和の用語に回ってる人たちが誹謗中傷はやめろと言ってるけど、今回は嫌いになったとかテレビで見たくないみたいな批判止まりの内容しか言ってない人が多いんだよな。Google 合同会社サイドも不和の組む鋼鉄と同時に多額の違約金支払いを求めてくる。オールナイト日本ゼロも鋼鉄は避けられない。仮にオールナイト日本ゼロに出てきたとしても日本放送サイドに苦情抗議が相次ぐ。不和のオールナイト日本ゼロは9月の改編を待たずに打ち切りは濃厚だ。事務所側からの最後通告という意味での暴露っぽくも見えるし、これを機に切ろうと考えてさらに燃焼させる目的のようにも見える。事務所はこれでこの人は裏表がないとでも言いたかったんだろうか。裏垢誤爆だとしたらまあこれが悪いことだと分かってやっている。よくいる陰湿な人間だが、堂々と本人としてやっているとなるとまた別の人間性の問題になってくる。絶対仕事を共にしたくない人間である。